見てくれてありがとう。私のチャンネルを購読してください。新しい動画が届くと通知が届きます。11月9日、仮想通貨を利用して月利 0% 稼げると謳い金を集めていた男女7人が逮捕された。11月0日に金商法違反罪で起訴。その想定被害総額は実に650億円。だが、首謀者とされる男は界隈では、帝王として知られた人物だった。貧乏人とは付き合うな、数百億円集めたカリスマ。仮想通貨の価格が各取引所で異なることを利用して稼ぐアービトラージ、さや取りを使えば必ず儲かる、最大月利 0% の配当を約束する、そんな謳い文句で1700万円集めた男女7人が11月9日、金融商品取引法違反の容疑で警視庁生活課に逮捕された。無登録で出資を募ったことが逮捕の理由となったが、それはあくまで入り口。全国紙社会部記者が話す、彼らが投資を募っていたのはジュビリーエース、以下 JA、ジェンコ、CTR という仮想通貨から派生した商品で、実際の被害額は650億円とも言われています。マルチの帝王、などと呼ばれた男が主導的役割を果たし、被害者が詐欺を訴えているため、余罪の追及が進むか否かが今後の焦点、その男の名は玉井暁容疑者、5、JA シリーズを広めるセミナーでカリスマ講師を務め、マルチのリーダーとして投資家の金を吸い上げてきた人物だ。被害者の40代男性が話す、私は玉井グループに連なる若い経営者にそそのかされて4000万円投資してしまいました。会ったその場で利益が積み上がっていく様子をスマホで見せられて、信じてしまったんです。00人近く集めて東京、大手町で開かれた玉井のセミナーにも参加しました。もともとは生命保険のセールスマンだった。セミナーで玉井は、貧乏はウイルスだ、と主張していたという。貧乏人とは付き合いたくない。貧乏が移るからだ、と、ランボルギーニを8台持っているだのと、自慢話が大半でしたが、人を引きつける魅力は感じました。JA のシステムは、AI サミット、ゼマイクロソフトなどを抑えて最優秀賞を獲得したというアピールも。それで自分も円投資したら毎月4億円以上の配当がもらえるようになったので、皆さんに勧めているんだ、という具合でした。どう、実際、玉井は莫大な資産を築いてきたとされている。彼をよく知るマルチ商法の関係者が話す、たまちゃんは生命保険のセールスマンで0代の頃から数千万円の年収があったけど、アムウェイに出会ってその倍以上の収入が得られるようになったらしい。その後、アサイージュースで知られるモナビーのカリスマ会員になって、インペリアルブラックダイヤモンドという最高の称号までのし上がり、モナビーを買収したジュネスグローバル化粧品でも最高位の会員として活躍。ジュネスの絡みで一時は恵比寿に美容サロンを経営するなど、いろんな事業に手を広げていった。玉井はモナビー時代の1年に脱税容疑で東京国税局に告発されている。仮想通貨の世界に足を踏み入れたのはその4年後のことだ。